俺の名前はケイン。これから処刑される死刑囚だ。誘拐、強盗、殺人、俺は悪の限りを尽くして捕まった。ま、死刑にされたって文句は言えねえよな。死刑なんか怖くねえ。腹くくって生きてきた。人生最後の食事が出されても俺は余裕だった。誰だっていつかは死ぬのさ。みっともなく命乞いするとでも。そんな真似するかよ。俺は虐殺で処刑されるらしい。麻酔で眠らされてから薬で呼吸と心臓を止めるんだと。ぐっすり寝ながら安らかに死ねるってわけか。7分後には死んでるんだとよ。俺みたいな死刑囚にはもったいねえ最後さ。そしてついに投薬のためのカテーテルが静脈に突き刺さる。あばよ、一足先に地獄で待ってるぜ。と覚悟を決めていたのだが、おや、この静脈ではダメだな。え、ダメ？最初の注射は失敗。何やら刺した場所が悪かったらしい。注射失敗って、新人看護師でもあるまいし。おいおい、ちゃんとしてくれよ。予防接種でも打ってるつもりか？こちとら死刑執行されてんだぞ。しかしその後も、あいたたた、あれ？こっちもうまく入らないな。なんだかよくわからん。30分にもわたって続いた注射は全て失敗した。しまいには、はあ、なんか疲れましたね。うん、一旦休憩を取ろうぜ。はあ、おいおい、嘘だろ。医者どもは休憩に入ってしまう始末。ふぅ、コーヒーブレイクでリラックスしてんじゃねえ。俺は死刑の真っ最中なんだぞ。覚悟していたとはいえ、死刑を焦らされるのは想定外だった。そんなグダグダな死刑執行で、あいつらもしかして俺に精神的な拷問してるんじゃないのか。そんな恐怖すら感じ始めていた。7分ほどで終わるはずだった虐殺刑は失敗に続く失敗で、すでに1時間以上が経過。さ、再開しよう。誰だっておかしくなって当然だ。今度は足に注射をされたが、うわぁ、痛い、痛い。おかしいな。何度やってもうまくいかない。深く刺されすぎて骨に当たることもあった。度重なる失敗で両手両足は腫れ上がってしまった。早く殺してくれ。こんなことが許されるはずがない。一体どうなっているんだ。しかし困っているのも医者も同じようで、なかなかうまくいきませんね。ほとんどの静脈がボロボロだもんな。どうやら俺の過去のドラッグ歴が原因で使える静脈がなかなか見つからないらしい。なら別の方法でやってくれよと思っても、死刑にプラン B なんてない。そして中止したくても死にませんでしたじゃ済まないのが死刑執行なのだ。結局お互いに疲れ果ててしまい、またもや休憩が入ったが、もうこんなのはただの拷問だ。それが、ただ助けてくれ。永遠と長引く死刑執行、悪夢以外の何者でもなかった。再開したってうまくいくはずもない。結局合計18回もの静脈カテーテル挿入は全て失敗に終わった。そこでようやく、これはもうダメだな、執行を中止しよう。見かねた所長が州知事らに相談した結果、俺の死刑は異例の中止に。合計2時間18回もの死刑失敗の末、大丈夫か。俺はついに死刑室から解放されたのだ。これにて俺はアメリカで死刑から生還した2人目の男になった。ごめん、ごめん。最後の食事もその後の夕食、これがどんなにうまかったか。俺は死刑執行を中止にするべく最高裁判所に上訴したが、訴えは退けられました。そんな、また執行されるのかよ。そして2回目の執行で俺は無事に死ぬことができた。死亡確認。やっとか。手間がかかったな。お医者さんよ、マジで頼むぜ。なんか俺だけ多めに罰を受けた感じがしたわ。